どうも、おじゃす。突然ですが皆さん、一つ問題があります。皆さん今ね、地球にお住まいかと思うんですが、地球を一周、これね外周ですね、一周、ここって約何万キロメートルでしょうか。4択でいきましょう。答えは B の4万キロメートルです。いきなりね、問題からスタートして失礼しました。と言いつつも、実はもう一問、皆さんにお付き合いいただきたいものがあって、しかも今回こっちがメインです。で、何かっていうと、さっき地球のね、約4万 km、これ、ね、外が約4万 km って話をしたんですが、その地球から1メートル離れたところです。つまり、自分がね、今こう地球に立ってるとします。で、私1メートル80身長があるので、ちょっと入んないけど、この辺かな、地球の足から1メートル離れた場所、ここの一周です。地球の外側1メートルのところを一周した時に、この円周がありますよね。この円周はもともとの約4万 km よりどれくらい長くなるでしょうか。これも4択でいきましょう。4択ね、出す前に先に計算するぞっていう方はぜひ計算もしてみてください。いきますよ。じゃあ4択考えてみてください。正解は A の約6メートルなんです。たった6メートルと思った方もいるかもしれません。ちょっと簡単に説明をさせてください。地球は球体、ね、ボール状の丸くって考えた時に、そこのね、一番中心を通るところでパッて切ると、円に、一番大きい円になるので、円で考えていきますと。で、円周、周り周ですね。この円周っていうのは公式で直径 ×3.1 を、円周率で計算することができます。今回 3.1 を使わせてもらいますね。で、今地球に関してはさっき言ったみたいに4万 km なんです。円周、周がね。だから円周4万 km は直径 ×3.14 という式が成り立ちます。で、これ両辺 3.14 で割ると、直径っていうのは4万 km を 3.14 で割ったものに、こうですね、4万 km。っていう風になります。で、これをちょっとね、まず置いておきましょう。で、今ですね、さっき地球から1メートル離れたところの円周を考えていきたいと。つまり、ここ、地球上から1メートル離れる。で、こっちも離れますね。こうやって。1メートル離れます。つまり、これの全体の直径っていうのは、もともとここのあった直径ですね。青の直径に変えますね。青に変えましょう。今出した地球のこの直径に2メートル足してるものなんですよね。ここに2メートルを足してるものです。で、本当はここ今キロメートル使ってるので単位をね合わせる必要があるんですが、ちょっとこのまま直径っていう塊でいってしまうので、ちょっと単位を合わせずにこのまま計算させてください。で、じゃあこの赤の方です。1メートル離れたところの円周を考えていくと、じゃあ公式を使っていくと、円周っていうのは直径、このね、赤のこの直径 ×3.14 になるわけです。で、今赤の直径これですよね。つまり、青は青にしよっかな。地球の方で出した直径プラス2、これですね。プラス2メートルです。つけておきましょうか。メートル。かける 3.14 なんです。こうやって公式を使うとね。で、カッコの外のかける 3.14 っていうのは分配法則って言って、このかける丸ごと君にも君にも掛け算プレゼントするよっていうことができます。じゃあ、直径の方にプレゼントしてあげると、直径かける、こっちは青にしちゃうかな。3.14。これプレゼントしたやつですよ。で、プラス2メートル、あえてつけます。2メートル ×3.14 と。こうすることができます。ここで見てほしいのが、この青の直径 ×3.14 って、この子はさっきの4万 km と同じです。地球の直径だからね。あ、直径じゃない、地球の円周だからね。だからここは4万 km なんです。それに、2メートル ×3.14 この部分を足してる。これは 2×3.14 なんで、つまり 6.28 メートル。だから4万キロメートル。もともとあった地球の直径じゃないや、円周に約6メートル足した分しか増えませんよっていうことが出てくるんですね。この問題、うちの長男くんと、奥さんにもね出したんですけど、見事に B で間違ってくれました。ニヤニヤしながら問題出してたんですけどね。でこんな感じでパッて直感で思ったものと現実が違うことっていうのは結構起こります。そんな直感と反する問題を24問集めた本をですね、高田先生と今回作らせていただきました。今回高田先生が問題の原案を作ってくださいまして、あとは柏井さんがイラストを描いてくれて、もうね、イラストだけでもすごくおしゃれというか、見ててなんかイラスト集かなって思うような、もう数学の問題ではない感じがするんですけども、すごく楽しい一冊となりました。今回は数学の難しい知識を知らないと解けないという、そういうタイプの問題ではありませんので、ぜひなんか一冊買っていただいて、ご家族でこうなんか問題の出し合いっことが、うわー間違ったじゃんみたいな、そういったなんか会話のネタというかね、話のきっかけにもなるかと思いますので、よかったらこの本チェックしてみてください。